うん、そうですね、やっぱり挑戦ですよね。自分がまずは理想としてる境地にね、たどり着きたいし、でもそれっていうのはすごいいろんな指南があったりとか、まずは音楽が持ってる、音楽のカテゴリーが持ってるボーダーはね、壊したかったし、まだ今回が完成したとは全然もちろん思ってないんですけど、そのきっかけとしてはすごい良かったな。形じゃなくて精神面だと思うし、大事なのってそれ、音楽以外ね、全てにおいてそう思うし、気だと思うし、うん、音楽を形だけで聞くんじゃなくて、ただ感じるだけでいいから、もっと深いところでなんか感動できればいいなというかね。
いやもう偉大な人ですよ。俺が初めて好きになったギタリストの土屋さんだったし、音楽を作る上での精神性とか、かなり土屋さんの影響が俺にはあると思いますね。で、中1の時ですからね、土屋さんを初めて知ったのね。で、例えば音楽、特に国境のボーダーも本当は関係ないんだよってことをガキの時の俺に提示してくれたのも土屋さんだし、で今は俺がこの年になって土屋さんもと深く付き合えるようになって、とにかく話し出したら止まらないぐらいのお互いのすごく、同じすごく近いところをお互い感じていて、めちゃくちゃポジティブな人です。音楽に対してはめちゃくちゃポジティブで、そして異常なほど鋭い、感覚がめちゃくちゃ研ぎ澄まされてて、偉大な人ですね。
偉大な人ですねっていうか今回そればっかり刺さって俺の好きな人がみんな集まったんだもん。まあもうこれは有名な話ですけど、俺がガキの時にジャパンにすごい影響を受けたっていうのは、まさか昔すごい憧れてた人とね今はすごい深い付き合いができるとやっぱり思ってなかったし、やっぱり彼らの出す音はそれだけの熟練とやっぱり魂がこもってて、めちゃくちゃ俺には説得力がありますね。確かにだから日本の若いね、ファンにとっては結構難解に聞こえるかもしれないけど、出してる音とか、バンドが持ってるグループとか、単純に音楽を知らなくても身を任せれば気持ちいい音を彼らは提示してくるし、すげえなと思います。こういうミュージシャンになりたいなと思うしね。
Thank you.
面白い子ですね。面白いあの人は。すっごい可愛らしい子なんだけど、話をしてると相当言ってますね。だから逆にあの年にしてはなんでそこまで悟ってるのっていう。すごくなんか普通の17、18歳の子とは多分違うと思う。全然。もっとなんか人間の深いとこをいつも見てるような気がしますね。もうさっきから言ってるけど形じゃなくて、もっと深いとこの、幸福感とかヒーリングパワー、癒しの力とか、そういうとこをすごく見ていて、多分さっき言ったけど、確かに不思議な子なんですけど、本当はそれが本当はそうじゃなきゃいけないんじゃないかな、みんなはと思う子。
大な人ですね。もうとにかくあの人は俺が思うに国の宝ですね。うん、世界で一番音を分かってる人じゃないかと俺は思います。うん、他の DJ もすごい人いっぱいいるんですけど、例えばそういう DJ のパーティーでクラッシュが音出した途端に空気が変わるんですよ。ガラッと。完全にあの人は精神性で音楽を作ってるし、そういうなんていうのかな、だからこそ彼の音はすごく伝わるんだと思うしね。俺もめちゃくちゃ影響受けてる。
We'll be right back.
完全に DJ っていう新しいミュージシャンですよね、彼らは。DJ も、俺ピンキリだと思うんですよ。それはいい意味でね。別に悪い意味じゃなくて、ただ、だから、オーディエンスを踊らすことに全てをかけてる人もいれば、クラッシュたちみたいに音楽を創作する人もいる。完全に楽器じゃないですか、ターンテーブルとレコードが。そして一発ギュッと擦るだけの、グッとくるだけの、あの指先から放たれる気がね、やっぱりさっきも言ったけど全てだと思うし、とにかく今回そのサクちゃんなしクラッシュ、いわゆる DJ というパートと、俺が弾くギターと、例えばミックが弾くああいうベースで一緒の場で音を出したのが、自分にとってもすごい興味深かったし面白かったんじゃないかなと思います。
それで成功するか失敗するか別にして、思ったら行動しないと気が済まないし、まあそれによって敵も多いんですけどねまあいいかなっていうね。だってね、嫌なものは嫌だしさ、作りたくねえものは作りたくねえし、でもたくさんやりたいこととビジョンがあって、あとは常にやっぱり何かを求めてるから、歩いても歩いても走っても走ってもね、追いかけても追いかけても、自分の理想はね、本当にね、影踏みのようにいつまで経っても先に行ってしまう。だからなんか止まんないんじゃないかなっていう気がしますね。客観的にちょっと上から見てみるとね、主観で言うともう必死にやってるだけだから、何が何だか分かんないですよ。やりたいことやってるだけで、ただ全てのことに対して、音楽も含めて、こんなはずじゃないし、こんなんでいいのっていう、どっちかといえば不満ばっかりというかかな。まあポジティブに考えてるつもりなんですけど、今の状況つまんねえなっていつも思ってる。
っぱりだから共通だって共通してるのは精神的な部分だけですよね。みんなやっぱり次の世界を見てると思うから、決して後ろ向きな人はいないし、別にいいじゃんっていう人もいないの。みんなめちゃくちゃポジティブで、音楽を通してこの世界の次なるジェネレーション世代をなんか見てるような気がしますね。だって今のままでいいわけないと思うもん。それに対してやっぱりポジティブな答えを探そうとみんな歩いてる人たちばっかりで、そういう精神的なレベルにおいてはもう本当に音楽的な形とか年とか国境とかは関係ないなと本当につくづく思いました。だからこそ今回すげえ良かったのが、最後終わってみたらこんなにね全然違うとこから集まったさ、下手したらまずは知り合う機会なんか絶対ないような人たちが、最後終わってみたらもう全員で一つのバンドだった。本当にこういうイベントは珍しいんじゃないかな。出演者全員で一つのバンドだったし、意識的に全員がすごくなんか通じ合えていたし、例えばイベントのね内容もそうだけど、いろんなアーティストが順番こに出るんじゃなくて、なんかイベントの頭から最後までで一つの組曲だったんですよね、今考えると。なんかでもその出演者同士のつながり、こんなにもなんか結びつきが深くなったっていうのは俺は全然想像してなかったから、予想以上になんかすごくうまくいってびっくりしました。みんな口を揃えてこのままずっとやっていたいねって話をしていたし、次はこれで別の国に行こうって話もしたし、まあきっかけとしてはすごく良かったんじゃないですかね、アブストラクトで。
気づかずに終わっていくの。
終わらせたくはないと思います。ただこれから当分はまた俺はルナシーに帰ってそっちをもうとことんまでやるんで、多分次にアブストラクトデーでみんなに会えるのは21世紀でしょうね。うん、でも続けるつもりではいます今のところ。